父がいる、ウルトラの母がいる、そしてタロウがここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ、彼方から迫り来る赤い日を。奇妙な地鳴りとともに異常噴火を始めた大熊山、そして真っ赤に口を開いた火口の底に白い巨大な卵が。一方、付近一帯に落下した無数の火山岩に混じって降ってきたミミズ状の奇妙な虫が、一面に実ったスイカの中に次々と姿を消していった。不吉な前兆を伴ってこの物語は始まる。止まれ止まれ、お山が落ちらせるぞ。まるで地震の巣ですね。そうよ、今年は変な夏でな。俺が生まれてこの方、いや、じい様の代にだってこんな夏はなかっただろうな。はあ、春からお山は起こりっぱなし、四六時中地震はあるし、そうかと思えばこのスイカはバカ当たりなんだよ。でもスイカがたくさん食べられていいですね。とんでもない。ほらほら、ほらこれ見てみろ、ほら。おや、おじさん、おい、これ中は空っぽよ。とにかくたくさんできることはできるんだがな、得体の知らねえ虫がついちゃって、農協でもいろいろ調べたんだがさっぱり正体がつかめねえ。もったいないな。まったくだよ。これ大丈夫だ。この時、はい、これもいいや。これもいいと。全部で4つだったな。ええ。あれぐら食べてララララ。その夏、東光太郎は健一の同級生たけし君のお父さんの勤める大熊山の地震研究所を見学にやってきたのだった。ああ、東君まだか。ええ。たけし、家へ帰ったらちゃんと宿題片付けてしまうんだぞ。うん。大丈夫大丈夫、これくらいしょっちゅうなんだから。それより宿題のこといいな。分かってるよ父さん。それより父さんこそ一体いつ休みが取れるんだい。母さん心配してるぜ。あ、この異常噴火が収まったらすぐにも帰るつもりだ。僕早く一緒に住みたいな。無理を言うもんじゃないぞ。たけし、ケンイチ君を見なさい。ケンイチ君だってお父さんいないんだぞ。本当は寂しいけど、
お父さんの仕事だからしょうがないんです。うん、ケンシ君の言う通りだ。男の子は我慢できなくちゃダメだよ。分かってるよ。じゃあ噴火が止まったら絶対だよ。よし、男の約束だ。ごめんごめん、遅くなっちゃった。いや、どうも。さあ、行こうか。うん、いかがですか。今そこで分けてもらったんですけど。いやいや、せっかくのお土産もらっちゃ悪いですよ。いや、いいんですよ、余分なんですから。どうぞ。そう、じゃあ遠慮なく。おお、よく売れてますな。ええ、さあ、二人とも帰ろうか。うんうん。どうしたんだい？ん？うん。よく寝るな、たけし君は。ん？うん。あ？ねえ、東さん。このスイカ、一個僕にくれるんでしょ？ああ、どれでも好きなの選んでくれよ。本当？じゃあ、僕のスイカ、これ！いいよ。そうだな。いただきます。前がさだ。おい。いける。どうぞ。はい、こちらザット。え？怪獣？はい、東馬町の小林さんですね。何でしょうこれ。え？あれ？ゴムかな。いや、ゴムじゃない。なんだかスイカの匂いがするな。え？スイカ？ええ、あなたがくださったスイカから怪獣が出たんですよ。たけしの目、どうしてくださるんですか？お母さん、
東さんのせいじゃないんだ。あなたは黙ってなさい。奥さん、我々も東のお土産のスイカを食べたんです。でも何も異常は認められなかったんです。全面的に東の責任とは言い切れないでしょう。だって現にたけしはこうして。東さん、これ聞いて。開示の音テープに取っておいたんだ。え？何でしょうこれは。ああ、はい、こちら新垣。奥前間が爆発しました。何？お父さんのところだ。思い出したぞ、研究所に上げてきたスイカも同じ音がした。何ですって？至急連絡を取ってくれ。はい、奥さん、電話を借ります。切れてしまいました。ザットはたけし君の家に南原上の両隊員を監視のために残して全員引き上げることになった。そして大熊山の地震研究所への連絡は森山隊員が地元の警察へ依頼して取ることになったのだが、しかし大熊山からザットに届いた連絡は、よろしくお願いします。ご苦労さん。森山、北島、現場行ってくれ。はい、はい、どうも。どうも。
あれは、はあ、研究所の小林さんです。え、たけし君のお父さんか。はい。で、小林さんのご予定は。さあ、どっちとも言い難いらしいです。え、本当ですか。副隊長、見てください。これと同じものがたけし君のうちの庭にもあったんです。間違いないか。スイカの匂いだ。間違いありません。今科学班に分析してもらってます。うん。二つの現場の共通点はスイカと白い糸か。どう結びつけたらいいんだ。それからこのカメラが庭に残っていたそうです。よし、本部へ帰ってすぐ現像してくれ。はい。何か映ってるかもしれん。現場に残っていたカメラから現像したものです。何でしょうね、これは。ああ、お月様のようにも見えるな。しかし、あのレンズで月はこんなに大きく映りませんよ。それからこの糸ですが、科学班の分析では非常に絹に似た成分で、早く言えば絹とゴムの中間だそうです。それからこれと同じものでできた布が古代博物館にあるそうです。古代博物館に。驚かないでくださいね。文書によればケムジラという海溝を巨大化したような動物の吐き出す糸なんですって。不思議なことにどうして死滅したかはわからないらしいんです。ケムジラ、なんだか体が痒くなりそうな名前だな。もしかしたら火山の爆発の影響で死滅したはずのケムジラがまた出てきたのかもしれない。しかし、そんなに害を及ぼすものなのか。ケムジラは甘みのある食物を好み、口から強い酸を出すそうです。でも全部推測ですけどね。それでキムジラがスイカの中にいたのか。副隊長、それじゃあタケシ君のうち危ない。心配するな。南原と上野がついてる。でも俺は。分かった、行ってやれ。はい。すいません、スイカの中に怪獣がいたなんて。あなたのおかげで主人まで大怪我をしてしまったんですよ。そんな果物で主人やたけしが治りますか。いえ、この中にまた何かが入ってるんじゃないでしょうね。でもたけし君にお詫びだけでも言わせてください。お詫びなんて結構です。帰ってください。俺が。異常はありません。うん。もう少し様子を見てみよう。はい。東さん。そうだ。ごめんよ、たけし君。こんなことになっちゃって。ねえ、ちょっとこっちへ来て。話があるんだ。おい、いたぞ。怪獣の子を見つけたぞ。たけし君、また後でね。こいつめ、結構しましょう。
父がいる、ユートラの母がいる、そしてタオラの子がいる。そうしろ、星を見ろ、宇宙を見ろ、彼方から迫り来る赤い日を。反対の方向へ去った。国ってどんなところだと思うかい？考えてすぐ送ろう。海峡バードンが太郎に迫る、ウルトラの国の長男ゾビーの出現。来週のウルトラマン太郎、みんなで見よう。